ということで現在は北谷町内の58号線を北上しております。本日はマクドナルド行ってみたいと思います。こちら北谷町くわえにあるマクドナルド、おそらくくわえ店に行ってみたいと思います。こちらのお店でドライブスルーでお買い物です。いらっしゃいませ、ご注文がどういたします。クーポンの515番。はい、じゃあマヨソースお伺いしてよろしいでしょうか。トリプルスパイシーソース、はい、焦がしニンニクラー油ソースで大丈夫です。はい、以上で。はい、いらっしゃいませ、お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。サディカップ、こんにちは、ナボーです。ナボー沖縄情報チャンネル始まります。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報、最新情報、お得情報をお届けさせていただいてます。もしよかったら最初にチャンネル登録、横にあるベルボタンを押していただければ通知が届きますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、もう Mac でお買い物した映像をご覧いただいたと思いますが、タイトルにもある通りですね、本日発売の今日マクドナルドのマックナゲット、ナゲットですね、そちらの方の新しい辛いやつを購入してみました。そちらの方を食べてみたいんですけれど、今日はこちらの北谷町のですね、アメリカンビレッジで食べたいと思います。でも単純にですね、前回多分去年も同じようなネタだと思うんですけど、まあちょっと食べてそんなに辛くなかったなっていう印象なんですけれど、今回はどうなんでしょうか。そしてですね、単純にその辛いのを食べても仕方ないかなと思いまして、前回ですね、こちらの北谷町アメリカンビレッジで新しいお店ができたっていうご紹介させていただいたと思うんですが、チキンフィレの店ですね、チキンバーガーのお店ですけど、そちら結構ソースをいろいろ選べるんですけど、そこにですね、ホットソースっていうのがあって辛いのがあったんですよ。それを一回試したいなと思っていたところで、今回このチキンマックナゲットの辛いやつが出たので、全然違うものになりますけど、どっちが辛いかって僕の鈍感な舌ですけど、そちらでちょっと試してみたいと思います。っていうか、ちょっと食べ比べしたいと思います。で、まだチキンフィレのお店買ってないので、今から買いに行ってみたいと思います。そして一応お見せしときましょう。一応っていうのも変なんですけど、今日のアメリカンビレッジの海の様子です。なんか結構波が高いですね、パシャパシャしております。天気はですね、昨日の午前中土砂降りだったんですけど、今日はなんとか晴れてますね。ちょっと波高いですが晴れております。また明日から週末崩れるような予報になってますけど、どうなんでしょうか。こんな感じのアメリカンビレッジです。じゃーん、ということで到着しました。こちらのお店の詳しい情報はぜひ前の動画見てください。会いたいと思います。ということで購入完了しました。こっちにマックもあります。ということで、こちら購入してきました。こちらがメインのマックです。そしてこちらはチキンフィレのホットソースです。それではとりあえずこっちからかな、こっちから見ていきましょう。ちなみに飲み物はコカ・コーラです。セブンイレブンで買ったんですけど、今日からプライチでコーラを買うと、コーラプラスだったかな、ちょっと変わったコーラがまた後ほどタダでいただけるということで、こちらコーラ買いました。ということで、今気づきましたけど、こんなの書いてましたっけ、糖入りって書いてあるんですし、こんなの書いてるんです、やばそう、体に悪そうですが。ということで、こちら食べ比べの方を購入しました。なのでバーベキューソースじゃない、ナゲットソースの2種類です。こちら焦がしニンニクラー油ソースと、こちら辛いトリプルスパイシーソースです。そしてナゲットもこれと、あともう一つこっちが辛い方ですね、スパイシーチキンマックナゲットです。それではまずこちら食べていきましょうかね。先にこっち見ます、どうします、先にちょっとチラッとこっち見ます、どんな感じか見てみましょうか。それではこちらっていうか、やっぱり直射日光は熱い、よいしょー。ということでチキンフィレ、テイクアウトだとこういうシールを貼られるんですね。それではこちら開封です。チキンフィレの、実はですね、トッピングフリー券で、前回お見せしたからトッピングフリー券を1個もらったので、お、こっちの方がボリュームありますね。チキンモモに今回は焼きパプリカをトッピングしました。やばいな、こっちモモのモモの方がちょっと40円ぐらい高いんですけど、こっちの方がボリュームありますね。やばい、なかなか美味しそうです。そしてあとこちら辛そうですね、ホットソースレベル1です。レベル3まであるんですが、店員さんに聞いたらレベル1でも結構辛いので、
でって言われたので弱々しくレベル1にしてしまいました。まあ、固定はちょっと横に置いときながらメインはこっちですよね。こちらいただいていきましょう。それではこちらも回復でーす。じゃじゃーん、ということで赤いでーす。赤い感じのナゲットでーす。燃える軽さでやる気に火をつけようっていうことだそうです。それではこっち普通のやつですね。こっちも開けてということでこんな感じです。色に差はだいぶあります。そしてソースこちらですね。それではちょっとこちらの辛いメインの方ですね、こっちのソースも開けてみましょう。それではソースオープンでーす。オープン。トリプルスパイシーということで、なんか3つの辛さが入ってるんですかね。すいません、全然説明読んでなかったの。なかなか原材料だけ見てはわからないですが、こんな感じでいろんな辛さが含まれてそうです。こちらにちょっとつけて、辛い方をつけていただいてみましょう。よいしょ。それではいただきまーす。それではこちらいただいてみまーす。辛いけど、まあ辛いですけど、普通に辛いです。ということでこちらのソースですね、結構ですね、今ソースだけ実はちょっとこぼれて舐めたんですけど、ソースだけ舐めると結構な辛み感じますけれど、これはそんなに辛くないのかな、あんまり辛みを感じない気がします。ちょっとこれだけ食べてみましょう。ちょっとこれだけいただいてみます。ということでこれだけいただいてみます。もうすでにちょっと口の中辛くなってるのであれかもしれません。うん、これだけだと、あ、やっぱりちょっと辛いですね。ピリッとしますね。下の上に乗せるとピリッとします。でもそんな激辛っていうわけじゃないです。これだけだと。まあでも結構、それなりに辛いのか、辛いかなと思います。いい感じです。うん。それではちょっとこちらの焦がしニンニクラー油ソースな。焦がしニンニクって、この前紹介した熊本ラーメンこんな感じでしたよね。マー油でしたっけ。焦がしニンニク油か。ラー油は関係ないか。でもこっちも辛いんでしょうかね、ラー油っていうことで。開けてみまーす。こんな感じでーす。ということで、これはちょっとこの普通のやつかけるのかな。普通のやつをつけていただいてみまーす。それではこちら、普通のやつに焦がしニンニクラー油ですね。それでは食べてみまーす。うん、あ、こっちもなんか辛い気がする。ラー油の辛さが結構効いてます。なんか個人的にはラー油の方が辛い気がする。なんでしょう、ラー油の方が辛い気がします。こちらトリプルスパイシーソースにつけてみました。こちら食べてみます。うん、あ、どっちも辛い。結構辛さを感じるようになってきました。いい感じに辛いです。それでは完全にちょっと関係ないですが、こちらのチキンフィレのお店のホットソースですね。こちらでちょっと、あ、こっちはめっちゃタバスコっぽい匂いがする。こちらのソースでこの激辛食べてみましょうか。こちらをちょっとつけて、全然違うものですが、こちらでいただいてみまーす。それではこちらのチキンフィレのホットソースでいただいてみます。うん、あ、チキンフィレのホットソースの方が、あ、でも同じぐらいかな、辛さ的には。完全にチキンフィレのホットソースはどっちかというとタバスコっていうかハバネロソース的な味ですね。メキシカンな感じの味です。でもこちらもなかなか美味しいです。それではここから全然関係なくなりますが、チキンフィレのこのもも肉ですね、ぜひお店の中の雰囲気とかはですね、前回の動画を見てください。そちらの方が参考になると思います。そして前回は胸肉だったんですが、今回はもも肉です。そして前回はデラックスでしたが、今回はデラックスじゃなくて焼きパプリカをトッピングしました。ということでちょっといただいてみます。まずは特にソースをつけずにいただいてみます。いただきます。あ、胸肉は胸肉で美味しいですね。違う、もも肉はもも肉で美味しいですね。結構やっぱりこっちの方がなんか油っぽいって言ったら変なんですけど、こちらの方があっさり感はないですけど、結構ガッツリっていう感じで、なかなかこちらも美味しいです。ちょっとこっちにソフトソースかけてみましょうか。それではちょっとこっちにホットソースを上からちょっとこちらからかけてみたいと思います。かかるかな、よいしょ。こんな感じでかけてみました。それでは、ちょっといただいてみます。それでは、こちら、ホットソース付きいただいてみたいと思います。いただきます。うん。うん。なかなかホットソースも美味しいですね。辛みがあってなかなか美味しいです。でも本当に辛いものが食べたくなくて、普通にですねこういったチキンバーガー食べたいなら前回のオリジナルソースの方がおすすめかもしれません。個人的には前の方がおすすめです。でもこのホットソースもなかなか美味しいです。とりあえずこっちのハンバーガー
美味しくいただきたいと思います。いただきます。ということでこちらホットソースでいただきます。ホットソースじゃないか、トリプルスパイシーソースですね。それではこちらでいただいてみたいと思います。うん、だいぶ辛さでか口の中で麻痺していて、辛いか辛くないかがよく分かってないですが、マックのトリプルソースもトリプルソースで結構普通に辛いでなかなか美味しいです。そしてですね、トリプルソースっていうだけであって、ね、結構辛みが複雑でですね、さっきのチキンフィレのホットソースは本当に単純にタバスコっていうかハバネロ味の辛さなんですけれど、こっちはいろんな辛みがあって、まあ、ある意味こっちの方が美味しさを感じられる、なんだろう、旨味っていうのがあるんでしょうか。なかなかこちら美味しい感じです。美味しいです。うん、ということで今回ですね、今日発売されたマクドナルドのスパイシーチキンナゲットですね、どちらの方をいただきました。ソースも2種類ですね、2種類いただきました。どちらもなかなか美味しかったですね。本当にラー油の方はラー油のちょっと中華風な味が感じられましたし、トリプルスパイシーソースの方がなんか結構複雑な辛みがあってなかなか美味しかったです。それとですね、チキンフィレット、本当にちょっと前ぐらいにご紹介した北谷町アメリカンビレッジにできた新しいお店ですけれど、こちらのホットソースと比べてみましたが、辛さ的にはですね、ホットソースのレベル1と同じぐらいな感じがしました。個人的には同じかなって、辛味で言うと同じかなと思いました。チキンフィレットの辛さはですね、本当に単純に、なんか単純にって言うと言い方変かもしれませんが、単純にですね、ハバネロの辛さっていうようなイメージがしました。でもマックの方はですね、辛味が結構複雑で、結構旨味っていうのが感じられて、なかなか美味しいんじゃないでしょうか。ぜひマクドナルドは皆さんも気軽に楽しめるので、ぜひ試してみてください。そしてぜひ北谷町のチキンフィレですね、なかなかそちらのお店も美味しいと思うので、結構ですね、モンモンは本当にボリュームありましたね。1個だけで全然お腹いっぱいになりました。ぜひ試してみてください。ということで、こちらのチャンネルは沖縄の情報、最新情報、お得情報をお届けさせていただいてます。もしこの動画が役に立ったなと思っていただければ、高評価そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーリークラブ、バイバーイ。